どうもどうも。お疲れ様です。寒い。なんか寒い。気をつけよう。でも私今日起きたらさ、すごい喉が乾燥してて、喉飴食べた。加湿器まだ使ってないよね。そう、もう朝起きたらこんなに乾燥するようになったんやと思って。え、あれかね、私やっぱりちょっと喉がちょっと弱いんかね、やっぱり。どうですか、喉が強い方ももう乾燥してますかね。私めっちゃ喉弱いんかもね、やっぱり。そう、すぐね、本当に乾燥しちゃうからさ。ですよね。喉弱い、やっぱり。やっぱり気づく。そう、喉が開いたりとさ、なんか喋るのもさ、なんか喋りにくくなったりとかさ、するから嫌だよね。そう、準備しなきゃ。しかもね、ちょっとね、カービィカフェに行ったので、これ買ったんよ。これに助けられようと思います。なんかこれ本当はめっちゃちっちゃいやつだから、なんかお話し会の時とかにさ、めっちゃ話すから、なんかこうどこに置いてから、なんか ちょっと加湿しようかなと思ったんですけど、また買ったんだよね。可愛い犬っていうのもあるけど、カ ービィ、このカービィのこの頭から黙々が出てくると思う。スリム加湿器、超音波式、よくわかんけど、このなんか超音波とか、オートパワーオフ機能付き、連続でミストと、間隔、連続か間隔か迷うね。蓋を外して簡単に水を補給できます。大きく開いてお手入れ簡単。わあ、開いた、すごい。これ吸水用スポンジが外れている可能性があります。絶対これやん。絶対これのことやん。吸水スポンジを
1分ほど浸してからご使用ください。これを中に入れとかないかんのや。とりあえずだ、これそういうことだ。これを待って、バネがどっか行っちゃった。このバネをこうして、これで、そういうことだね。え、これでもルビが、このルビのスポンジもさ、なくなったらどうしよう。よし、とりあえずじゃあこれ予備ということで大切に保管しておきましょう。この中にどこ、スポンジだけ売ってあるんか。充電式なんですね、これは。そう、福岡にね行ったら加湿器ないんですよね。だからこれに持っていかな、絶対。これは絶対に持っていかなければ。よき。何、なんか、え、雑菌とか怖いな。どんなか充電しとこ、絶対充電忘れるもんね。よし。わあ。充電せんのかな。よし。充電しときます。寒いけど今日レッスンがあったからね。あれ、半袖なんですよね。
そうそうそう、その前は収録があって収録からのレッスンで、ちょっとレッスンあんまりちょっと参加できなかったけど、なんかももちゃんとパセリが変更になった場所とか教えてくれた。結構ね、やっぱり会場がステージがやっぱり広いのかな、だからね結構立ち位置がいろいろと予定と変わったりとかしてて、そうそうそう、助かりますよ思って。でもももちゃんとパセリの言っとる番号が違って、えこれってどっちなんやろうと思ってあのパセリに「パちゃんこれどっちなんかね」みたいな、ももちゃんはこう言うるけどパちゃんのと違うんよねって言ったら、あごめんこれパちゃんのパちゃんは自分の言い合ったっていういやそういうことねって言って、ありがとねって言ってパちゃんが自分の言ったそう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 面白い、多分すごい、多分そのレッスン中になんかもう焦りながらっていうか、多分ながらも多分教えてくれたの、私に早く教えなきゃと思ってそうそうそう、パちゃんねなんかねなんか天然なんですよ絶対天然やと思う、すごいしっかりしたんやけど、なんかそう天然なとこが出てくるから、特にね食べ物がね、食べ物をめっちゃね 服でね汚すけん和むエピソードですかそういうとこありますよ、うん、私はねなんかね私はねなんかちょっと極度を超えた、極度を超えてる私はそれしないでしょってやつを普通にやっちゃうから、もうその自分にはもう慣れてきたそのたびにもうやだってなるけど、それで極度を超えてしまうので、わかんない、周り慣れてるのかな、わかんない、慣れてるかな、慣れてなかったらちょっとちょっとついていけないってなっちゃうかもしれないいやそんなに頻繁にはしないんですけどね、ちゃんと頑張ってるんですよ、頑張ってんですけどねそうです、そうよくそうお父さんとお母さんからそういうそれで怒られるので、怒られるの
苦手だからもうやだ。ありがた。だから本当にそう、あんな方がそういうとこもなんか許してくれる優しい優しい人ら。あ、そうですよ、ちゃんと準備など、準備となんか新しいことはちょっと間違いやすいけど、ちゃんと分かることはね、そうリードできると思う。分かること、ちゃんとね、ちゃんとしようと思うんですけどね、なんかちょっとどっかが抜けちゃうんですよね。そう、長女ですからね、一応長女ですよ私。真ん中っ子だけど真ん中っ子、真ん中っ子はね、そう、空気を読むのが早いんですよ。長所感ある？だから空気の変わり目はめっちゃ察知できるんですけど、自分で空気をちょっと変にしちゃうときありますねそう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 、そこに関しての空気はちょっとなんていうか、読めるけど読めるけど、なんか動かすことはちょっとできない。そうそうそう、読むのといつの間にか変えてるかもしれん。はい。そう、今日はもう配信早めで。もう早く寝ようと思って あとせっかく髪の毛もねしてもらったんですよ。なんていうかねじりハーフアップしてもらった。ハーフアップにしたらちょっとお姉さん感が強くなりますかね。いっぱい寝ます。いっぱい寝ます。嬉しい。確かにいつも9時とか10時だもんな。
ちょっと早い時間もいいですね。そう、でも11時にしたらね、配信終わってからなんか寝る準備とかいろいろしだすので、そしたらもうね、そう、寝るのが遅くなっちゃうんですよね。この時間帯身長ね、なんか最近ね、なんか背伸びたって言われるよね。伸びたんかな、いや伸びてないと思うけど、いや伸びたんかな伸びたんかな測ってはないけど背伸びたって言われる。わかんない蓮子に言われる。なんか蓮子に言われてる。なんかこう普通にしてたら、え、なんか背伸びたって言われて、え、伸びたかなと思ってさらにちょっとあの姿勢を正してみたら、いやいや姿勢伸ばさんでって言われる。うん、でもですね、もしかしたらもう全然伸びてない姿勢かもしれないですあ、そうそうそう、伸ばさんでって凛子以外からは言われんかもしれん靴かなっていうあの線もありますね。靴かなっていう、そう、線もある靴かもですね、普通にそうですよ、元気でしたよ、リンコ今日。そう、元気って言ったら元気って言ってた。もちこ終わってたらめっちゃ元気って言った。そうそう、元気。そうですよ、そういう会話をしたりしてます。話しかけ方がちょっとあれですかねなんだなんだ、なるほど。なるほど。そうそう。ですね。会話の切り口と。愛情表現が苦手なもので そうそう、今日は立ち位置表を作りました。3周年コンサート用の
そうなんですよ。頑張りやす。いてててててて。そう、3周年来てくださいね。受付です。来てくださいね。どうもありがとうございます。確かに配信あるっけ？ん？どうしたかな？ DMM さんで配信あるかもありますね。自信を持って頑張ります。最近ね、自信がないけど、そうなんですよ。あらあらお待ちしてます。全然タイミングがとかいろいろ合うとき来てくれたら嬉しいです。自信持ちます。ありがとう、ありがとう。はい、 DMM さんでもカメラの方へ何かしらします。でもね、いつもね、いつもと違うとかあったらね、ちょっとね、どこにあるかわからん時あって、なんか何回かしたことある。はい、じゃやったらあそこら辺っていうのはわかるんですけど、見つけるようにしますので。そうそうそう、うん、何かしらできたらいいですけど。あとね、そう、神岡さんの席もあるから、そちらも誰がね撮ってくれとるかね分かん時あるんやけどね、多分私のことを撮ってくれてるのかなって思いながら何かしらしたりしますね。シャッターチャンスが難しいですね。赤いランプがねついたらわかるんですけどっていうか、赤いランプ、全員についちゃうね。ありがとうございます。もう一回、そうそうそう、当たり前さやんか。
近目がねちょっとねコンタクトが見えにくいんですよね。目が悪くなっちゃったのかな。それかまた右と左逆につけとる可能性もあるわ。なんかちょっとぼやけるんですよね。間違えてるのかな。左右違うね、ちょっと変えてみよう。明日変えてみるわ。え、視力差はちょっとだけ 0.5 かな。違うね。間違えるよね。右の方が、あ、右の方がいいんだ。間違えてるわ私。右の方がねいいんですよ。目が左の方が悪い。間違えてるかも。明日変えてみよう。そう、両目で見たらちょっと大丈夫なんですけど。そうなんだよ。当たり前さよ。そうそう、ありがとうございます。あ、そうなの。右は涙がそう出やすいです。最近マネージャーさんもなんか覚えててそれをなんかティッシュいるって聞いてくれる。私は涙が溜まってしまうので。そうなんや。そう、うるうるしてねこう出てきてしまうので。それでちょっとなんかぼやけてしまう時もあるので。ナイスです。そうそうそう、コンタクトは大丈夫だよね意外と。潤っとるけんいいかな。コンタクトは潤って。そうなの。そうそうそう。まあ、自分はもうなんかちょっとあれやけど、まあ、それが好きって言ってくれるファンの方もおるんやな。ウェットアイ。同じ人に会ったことないかも。ありがとう、ありがとう。でも目ってめっちゃ変わりますよね。目でなんかめっちゃなんだろう、オキさんとかなんか私最初は目を合わせられなくて。なんか目を合わせたらなんだろう、なんかすごい吸い込まれそうになって。なんだろう、なんかすごい力があるんですよね。目力なのかな。私え、目合わせたらこれ吸い込まれてしまう、危ないと思って。ねえ、合わせれんかったん。
そういう夢ってすごいなぁと思って、いますよね。メディカル、そうそう、千代さんめっちゃね、そう、熱い人、目合わせない、なんだろう、目は合わせないね。直接こう目を合わせたらなんかある力とかあるんですかね。なんかそう、目好きって言われたらなんかすごい、そうなんだと思う。私あんまり自分の目はなんか全然気にしてなくて。自分では全然もう気にしてなかったから、目が好きなんですって言ったら、そうなんだ、気にして気にしてください。小動物、優しい。あ、そうなんだ、目が、目玉。目玉なのか、二重の形、目玉。あ、そうなの、ね、優しい優しい目、なんか自由ある。ありがとう。そうです、嬉しいですね。でもなんかこの前のツアーの初日の前の日にね、夜まで、リハ？レッスン？リハかな？してて、その時になんかユニットコーナーの投資をしてて、自分じゃない時のメンバーを見てる目がなんかめっちゃなんか優しい目をしちゃったらしくて。あ、そう、ピエロのライブの日ですね。そう、めっちゃ優しい目しとるけどどうしたみたいな言われた。そう。面白い、優しい目で見てた。自分では気づかない、鏡がないと分かんないけど。そうそうそう、見守ってた。そうそう、なんかね、いいなと思って、なんか STU いいなと思って。グループいいなって、そう思うんですよね。
そうそうそう。カービィ、カービィね、カービィ好きです。カービィかわいいな。そう、さやかりんなんかカービィのね、あ、ありがとうございますカービィ、星のカービィのなんかのキャラクターにワドレディって言って、なんかオレンジ色のカービィみたいな子がいて、その子はいっぱいいるんですけど弱いんですよなんかただ歩いてるだけでカービィに吸い込まれちゃうみたいなっていう、まあ、キャラクターなんですけどさやかりんがカービィのことあんま知らなかったから、ワトルディが好きそうって言って私そう、さやかりん好きそうなのワトルディっていう話をしてたら、本当にワトルディのこと好きになってきたって言った。そう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 、そしたらなんかサーヤンはカービィに似てるって言ってたえ似てる。そう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 似てる？そう。なんか最初バドレディはなんかオレンジ色の子だよって言ったら、なんかこの子って見せてきたのがコック川崎っていう、なんかあの。なんか似てる、オレンジなんだけど全然違うキャラクターで違うって似てるんだけど全然違うってそう、なんか検索してみたら分かるんですけど、コック川崎のなんかカービィを料理しようとしててめっちゃカービィをこうこねたりしてたんですよ、料理しようとして。でもそれはカービィは気づかずに遊んでもらってると思って喜んでるんですけど、そうそう、フライパン持ってる。そうそうそう、コーク川崎、カービィが全然全然違いで。でも今回のカーベーカフェはそのコック川崎のね、なんだっけな、カレーを食べた。私がね食べたいのがその博多のカフェ限定のねやつだと思うんですけど、豚骨ラーメンのドッグみたいな、ホットドッグのなんか豚骨ラーメン味っていうか、なんかほんと博多っぽいのがあって、それを食べたいなと思ってるんですけど、毎回売り切れでなくて、その時もなくて、それを食べる予定やったんやけどマジかってなった。そう、限定やばいですねなんか東京と名古屋にもあって、そっちも行きたいんですけど、人気ですね。広島にはないですね。東京と名古屋と博多にしか、3つしかない。
ね、すぐできるね。やっぱそうなるよね、気になるもんね。そう、ホットドッグに豚骨ラーメンがな感じのが挟んであるのを、なんかカービィが吸い込む感じなっとるけど。あ、私そうだ、福岡でのおすすめのものをそうまとめようと思ったんですよね。今のとこ3つほどおすすめがございます。ぜひ食べてほしいなっていう、福岡に来るのであれば。うん、お土産もそうか、博多駅の中にあるやつとか。おすすめですよね。遠い。そう、舞台がねありますので、12月に舞台がありますので、きっと福岡に来た時はぜひぜひ。行きとか帰りとかに楽しんでもらえたらなって。博多駅西鉄ホール天神の近くにあると思うんですけど。あ、そうですね、びっくり亭は絶対行ってほしいです。次の日ちょっとね大変なんですけど。でもそう。天神地下鉄、博多駅から西鉄ホールは地下鉄が早いと思うけど、バスでも行けるかな、天神方面に。びっくり亭はなんだろう、豚こまとキャベツの鉄板焼きですね。本当にそうで、木でそうちょっと傾けて、油を逃がして、なんかすごい好きなんですよね。うん、私はつけないんだけど、そう家族はいつも辛味噌をつけて食べてます。それがやっぱり辛味噌がすごいネックみたいで、なんですけど私はもうつけずに、それとご飯とお味噌汁を頼んで食べてます。その後にラーメンを食べに行ってます。そうそうそう、そこからラーメンですよ。ラーメン、締めのラーメンですので、全然入りますよ。あ、ありがとうございます。うんですね、お腹空いてきてね、お腹空いてくるよね。いや別に私はね普通ぐらい食べるのは
るかな。あとうどん系はもうほぼ全部行ってほしいんですけど。あとね、私が好きなやつ、めんちゃんこ亭っていうお店があって、天神にもある。確かに年々亭好きよね。めんちゃんこ亭は何て言ったらいいんかな、何て言ったらいいのかな、これいっぱい種類あるんですけどね。あー、麺とちゃんこで、めんちゃんこ全然進めなってないけど、なんか煮込みラーメン、確かにそんな感じかな、煮込みちゃんぽん、そんな感じかな。好きなんですよね。鍋、うん、鍋だし、ラーメンだし、ちゃんぽんだし、なんかヘルシーで、でもいろいろ選べて、もつ鍋風とかもあるし、それが好きですね。なんか食欲なくても食べれますよ。しかも私ちょっとここで気分によって変えるんですけど、なんかね、唐揚げもあって、それもめっちゃ美味しいんですよね。名前忘れたけど、書いてあるのかな、これ。チキン南蛮だったかな、チキン黒酢かな。あ、そう、おでんもある。そうそう、美味しいですね。お腹空いてくるな、こりゃ。またまとめます。デザート系いっぱいある。
そうですね、博多駅のクロワッサンおすすめです。ですかね、何食べようかな自分。デザートなんだ、いちご大福とか。あ、なんだろう、そういうことか。普通に自分が行くのはビトっていうジェラート屋さんとかは行きますね。冬に。なんだろうな、難しい。なんか閉店してるとことかありそう。やば、なかった。収録してレッスンしてご飯食べてなくて、で夕方に食べたんですよね。うん、なんか本当によく分からなくなってる。聞こえましたか？聞こえなくていいんですよ。聞こえなくていいんですよ。当たり前さやん。今って秋晴れですよね。秋晴れが明日には終わるらしくて、多分雨が降るのかな。でもその秋晴れが終わった後ってもしかして冬が来たりしますかね。そんなことはない。ですよね。あ、本当ですか。11月の中旬までは大丈夫。11月の中旬からはもうダウンとか必要ですかね。なんか聞いて。ね、ほんとにね、ごめんけど。聞いてごめんけど。もう寒いけどね。そうなんよ。用意しとくか。福岡雪全然降らん多分。寒がりですもの。そう、降ってもなんか積もらん。
かスカートとか寒いんですよね。スカート絶対寒いですよね。でもなんか足に全然寒さを感じない人もいるんですよね。そう最近そう JK すごいなって思う。 JK すごいわ。JK っていうのも今もてかなんか自転車とか乗ったりしてね寒そうって思うけど、なんかコートとか着るとか着てないよね。なんかすごいわ。帽子とかなんか防寒してない。でも足にその寒さを感じない人もいるっていうのは知ってるから感じないかなと思いながら。私はもうカエルは冬はカエルが友達ですね。何やったかな、いつやったかな、独り言で語るくらいならのリリースイベントの時とか、あの衣装めっちゃ寒くて雪が降ってたのかな、確かの日雪が降ってて衣装でいたんですけど、もうねカイロ、春カイロめっちゃ張って背中とお腹に、もうこれ大丈夫やろうと思ったら足がね、裸足でヒールで足が寒すぎて動かなくなると思ったぐらい寒かった。そう、え、これ動いてるのかって。でも電車に乗ったんですよね、その日。電車はね、あったかかったんですけど、確か暖かかった気がする。目的地に向かってますみたいな、どこに向かってるでしょうかって感じだったのに、いざ着いたらいっぱいファンの方いて あれみたいな、バレバレだ。そう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 、懐かしい。歩いて帰ろうとする人、え、歩いて帰ろうとする人です、私。帰ろうよく落としますね。背中とか首は温めるのが好きで、気づいたら落ちてるからちゃんと拾うんですけど、ちょっと広いよ、ちゃんと落としたまんまにはせんけど、そう、うん、ちゃんとありますよ。でも私昨日寝ながら思った、なんかそろそろ電気毛布の時期かって。この時点でもうちょっと毛布だけじゃ寒いなって思ってて、やばいよね。手袋落としてる人いた、あれ落としやすいんだね、やっぱり手袋って難しいね。私は落としたことないけどさ、時々落ちてるのは見るよ。でもこうやってちゃんと持ち主の場所に戻るのかなって思いながら、結構落としやすいよねあれね。マフラ
ーはさすがに落とさんやろうけど、片方だけ、そう片方だけっていうのがちょっとね、もう片方残ってもねどうするみたいな。そう電気毛布ねめっちゃ好きなんですよね。何度も助けられた。でもそうお母さんかなにはもうお母さんはなんか反対派なんですよね電気毛布。そう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 、慣れちゃって慣れちゃったらもう自分の体で温まろうとせんくなるみたいな、だけほどほどにねみたいな風に言われる。そんなことあるんかって思いながら、でももう未来のことは分かんないから。でも寒いまま寒いのよ。寒がりな冬に生まれたのに、え12月4日に生まれたんですよ。絶対寒かったよねその日。めっちゃ寒がりになっちゃった。今日誕生日。キャピさんおめでとうございます。ハッピーバースデー。三夜推しの一年にしようね。ちょっと誕生日コメントを時々私見逃してしまう時あるかもしれないので、その時はちゃんと言ってくださいね。そう気づいた。16度、え、わかるん？そんなん。私が生まれた日の気温とか。16度。暖かくない？え、暖かいよね。夜券かな。夜券
寒がりなんかなとか思ったりして、なんやろ、最近寒くなってきたのかな、もしかして冬も。確かに。あ、ありがとうございます。いえいえいえ。おお。心はいつも温かい。ああ。面白い。そうなんよねー。私の場合、場合の生まれは日は何度ですか。じわ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 面白い。ちょっとこれねじってる。ねじねじ。そう、めっちゃねじってる。これ加湿器のコードの、止めるやつ。ずっといつの間にか持ってからずっとねじってずっと小刻みに入れてました。え、それは多分絶対こうねじってるから小刻みに入れてました。ずっとねじってるけど、いや、揺れの原因でしたか。あららら、ください。え、これ欲しいですか。これですよ、これですよ。絶対もらっても捨てるでしょ。捨てるかどっか行くでしょ。回った時は嬉しいけどね、やったーみたいな。嬉しいか、嬉しいかな、これ嬉しいか分かんない。あげません、あげません。私のこのコードのまとめるやつにします。そうそうそう。そろそろ配信終わるか。
とございます。そう、もうね、お腹空いてきました。お腹空くってでもすごいいいことですよね。めっちゃもいよん。お腹空くことっていいことやなって。ね、元気ということですよ。ねえ、嬉しいです。幸せです。元気でいます。サイヤン生きてます。やば、早く寝ましょう。ふふ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 ふ。仕事終わらない方よく見る。がんばれ。今ので頑張れるのか今ので頑張れるのか。頑張れるんだ。すげえ。お腹が止まんないわ。そうなのか。よかった。よかった。1位、なおさん。2位、F 渋谷さん。3位、ゆあちゃん。4位、まいせんさん。5位、バリーさん。6位、まーくん。7位、BO さん。8位、犬ちゃん。9位、マッキーマッキーさん。10位、2学期は学級委員さん。11位、ロックオンさん。12位、エビスさん。13位、ナオさん。奥さん、赤島圭さん、ヒラ兄さん、セイヤンさん、マピさん、ジンタさん、炭酸せんべいさん、タテサマー、リンさん、ミツルンさん、ルリさん、いとしさん、黒熊さん、ゆうさん、桃太郎さん、
ルカさん、つりけんさん、はんちゃん、ゆうさん、しんちさんで、しんじさん、ありがとうございます。ありがとうございますじゃあまた会いましょうバイバーイ、ありがとう。